海外スキー専門店フェロースキーが広大なカナダスキーの魅力を皆様にご紹介します。フェロースキーでは主にエアカナダを利用、成田からバンクーバー、そしてカルガリーへの直行便でカナダのスキーリゾートへアクセスします。バンクーバーからはおよそ2時間のドライブでウィスラーブラッコムに到着。2010年冬季オリンピックの舞台となった北米最大規模を誇る人気スキーリゾートウィスラーブラッコムをご紹介します。スキーリゾートのベースとなるウィスラービレッジからは標高2000メートルを超えるウィスラー山、そしてブラッコム山の壮大な2つの山を見ることができます。ゴンドラを降りると見渡す限り全てがコースという雄大な景色が目の前に広がります。さらにそこからリフトで2182メートルのウィスラー山頂へ登ると、そこには森林限界を超えた遮るもののない風景が待っていました。ここにしかない青と白の世界、ウィスラーとブラッコム、2つの山には合わせて200以上のコースがあります。初心者からエキスパートまでレベルに合わせた滑りを楽しむことができます。2010年バンクーバーオリンピックのアルペン競技の会場となったウィスラー、実際にレースで使用されたコースがこちらです。皆さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ウィスラー山とブラッコム山の両山を結ぶのがピークトゥーピーク、長さ 4.4 キロの距離をおよそ11分で結び、最も高い地点では地上から436メートルという世界一のスケールを誇るゴンドラです。このピークトゥーピークでブラッコム山へ、通常は赤い色をしたゴンドラですが、シルバーのゴンドラに乗ると中央部分がガラス張りで、ゴンドラ下のスリリングな景色が楽しめます。このゴンドラを利用してウィスラー、ブラッコムの両山を効率よく滑りましょう。ウィスラーでのスキーをさらに楽しみたい方にはヘリスキーがおすすめ。ヘリコプターで一気に新雪の世界へ。パウダー好きにはたまらない贅沢な時間が楽しめます。そして新雪をお手軽に楽しみたいという方はキャットスキー、雪上車に乗ってオープンバーンやツリーランなどオフピステスキーをご堪能いただけます。大自然の中の本物の雪質に触れることができるヘリスキー、キャットスキーをぜひ一度ご体験ください。フェロースキーではゲレンデを知り尽くしたガイドが参加者のレベルに合わせて毎日エスコート、レベル別の班分けをしますので、どなたでもウィスラースキーを楽しむことができます。ウィスラーの街には世界各国のレストランや人気のスポーツショップ、
そしてお土産店などが集まり、アフタースキーの散策が楽しめます。ウィンドウショッピングをしたり、テラスのバーでお酒を飲んだりと、楽しみ方も人それぞれです。フェロースキーのツアーで利用するホテルの一つ、ウィスラービレッジイン。こちらのホテルでは2名用のホテルルーム、そしてキッチン付き3名用のコンドミニアムと4名用のロフトタイプまで、人数により組み合わせは自由です。ここにフェローデスクを設置して、レストラン予約やアフタースキーのご案内をしています。その他、ワンランク上のホテルライフを楽しみたい方は、ヒルトンに宿泊するデラックスコースもご用意。スーパーで食材を揃えて部屋でのんびり過ごすもよし、日本食やイタリアンなど様々なレストランでの食事を楽しむもよし、好みに合わせた滞在ができるのがウィスラーの魅力です。続いてはカナディアンロッキースキーエリアをご紹介します。日本からは成田からの直行便で、カナディアンロッキーの玄関口カルガリーへ。カルガリーが近づくと、カナディアンロッキーの連なりが機内から見えてきます。カルガリー空港からおよそ2時間のドライブで、カナディアンロッキースキーの拠点バンフに到着です。カナディアンロッキーで一番の規模を誇るレイクルイーズスキー場。カナディアンロッキー一帯の国立公園はユネスコの世界自然遺産に登録されているため、まさに世界遺産エリアでのスキーを体験していただけます。ゴンドラとリフトを乗り継いで、森林限界を超えた海抜2600メートルの世界へ。そこにはどこまでも連なるカナディアンロッキーの大パノラマが広がっています。麓に広がる針葉樹林と点在する氷河、日本では決して見ることができない、まさに絶景です。ロッキーへと続く雄大なコース、そこへ広がるのはシャンパンパウダーと呼ばれる、カナディアンロッキー特有のとても軽い極上の雪質。いつも以上にうまく、そして気持ちよく滑ることができる。ここはそんな場所です。こんにちは。いや、気持ちいいですね。日本にはない良さって何だと思いますか？やっぱり雄大さでしょうね。ロッキー山脈のね、ゆっくりと景色を楽しみながら滑るのがいいですね。景色がすごく楽しみで、はい、来ましたので、やっぱりこの雄大さはもう何者にも変えられないですね。すごく素敵ですよ、はい。滑った後はカナダならではのボリュームのあるランチをお楽しみください。フェロースキーではゲレンデランチを1回サービス、アルバータビーフなど午後のスキーに備えてエネルギー補給です。続いて世界遺産の中のもう一つのスキー場へと向かいましょう。前方に見えてきたのは動物専用の歩道橋、アニマルオーバーパスです。この橋のおかげで動物たちは道路を安全に行き来することができます。生態系への影響を最小限に抑える国立公園の工夫です。もうちょいバックできるかな。紐をバックをライボット。何か動物を見つけたようです。ロッキーでも出会うことが珍しいコヨーテです。この他にも白い尻尾が可愛いオジロジカや小型のミュールディアーに
立派な角を持つドールシープなど様々な動物が生息しています。移動中にそんな野生動物との出会いがあるのも国立公園内を走るロッキーならではです。国立公園の中にあるスキー場サンシャインビレッジ。ここは毎年10メートルもの降雪を誇るエリアです。リフトを乗り継いで森林限界を越えたその先にはカナダのマッターホルンといわれる3618メートルのマウントアシニボインをはじめとした切り立った山並みが続きます。その壮観な景色に合わせて滑るコースも広大です。上質の雪と幅広いそのコースは滑るだけでスキーが一気に上達したかのような気持ちにさせてくれる、そんな環境を兼ね備えています。フェローではバンフを拠点にカナディアンロッキースキーエリアをエスコートします。リフト券の割引やレイクルイーズで朝一番のコースが滑れるファーストトラック、さらに自己申告制のタイムレースなど特典やイベントも盛りだくさん。カナディアンロッキーの観光の拠点となるのがこのバンフ。マウントロイヤルホテルはフェローのスキーツアーで宿泊するホテルの一つ。ゆったりとくつろげる雰囲気と散策に便利な立地が特徴です。デラックスコースではこの針葉樹林の中に佇むフェアモントバンフスプリングスに宿泊、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。その他レイクルイーズ湖畔に立つフェアモントシャトーレイクルイーズに宿泊するコースもございます。国立公園内にあるバンフの街は景観を損なわないように建物の高さや外観に規制があります。サルファーマウンテンをはじめとする周囲の山々を眺めながら街の散策をお楽しみください。お届けしてまいりましたフェロースキーカナダスキーの旅、いかがでしたでしょうか。日本からホテルまで、そしてホテルからスキー場へのアクセスも便利な人気のスキーリゾートウィスラー&ブラッコム、そして世界遺産に登録され大自然と抜群の雪質を実感できるカナディアンロッキー、スキーの前後にイエローナイフでのオーロラ鑑賞を組み合わせることも可能です。日本では体験できない冬のアクティビティが楽しめます。便利に行けるカナダへ、より安全で楽しいスキーをご提供する海外スキー専門店フェロースキーにぜひお任せください。北米最大の標高差を滑るエキスパートスキーヤーのためのパウダースノーリゾート、マウントレベルストーク。
マウントレベルストークスキーエリアはレベルストーク周辺の滞在ホテルからシャトルバスでおよそ10分で便利にアクセスすることができます。ベースの標高512メートルからゴンドラ、リフトを乗り継いで標高2225メートルの山頂までスピーディーにアクセスできます。バーティカルドロップ、およそ1700メートルをダイナミックに滑るレベルストークの魅力に迫ります。マウントレベルストークの開発コンセプトはリフト、キャット、ヘリ&バックカントリーという、まさにエキスパートスキーヤーのために作られたブランニューなスノーフィールドです。北米はもちろん世界中のパウダーフリークから今最も注目を集めているスキーリゾートです。レベルストークの象徴マウントマッケンジーを目指してゴンドラに乗り込めば、ひたすらスキーを滑ることしか頭になくなってしまいます。ヘムロックやパインツリーの枝に積もった雪に大きな期待を膨らませて、ひたすら上を目指します。スピードに乗って快適に楽しむクルージングで、マウントレベルストークをエンジョイスキーイング。レベルストークに集まるスキーやスノーボーダーたちに余計なものはいりません。誰もがパウダー、スティープ、ツリーランを自分流にエンジョイスノーイングするだけで満たされるのです。右が後方に見えるあの山がマウントマッケンジーです。皆さん、ここがノースボールの入り口になります。ここを5分ほどハイクアップしていくと、ボール状の地形になっており、そこではパウダースキーが楽しめます。それからトリーランも楽しむことができます。ひとたび降雪があればマウントマッケンジー2456メートルから北側に形成されたグレリーボール、ノースボールを目指してパウダーフリークたちがこぞってハイクアップしていきます。ここではパウダー、スティープにチャレンジするためにハイクアップも当たり前の光景です。レベルストークの町から西へおよそ1時間、BC ロッキー最大のキャットスキー、K3 によるデイリーオペレーションがあります。ヘリスキーよりもリーズナブルな料金で、本格的なパウダースキーイングや急斜面、ツリーランにチャレンジすることができます。ここで K3 のキャットスキープログラムに参加してみましょう。参加者にもしっかりと事前にリスクマネジメントを行います。雪上車に乗り込めば、これから滑れるパウダーランを想像しながら会話も盛り上がります。キャットスキーでは参加者のレベルやその日の天候、雪質に合わせて山岳ガイドがパウダーからツリーランまで最適なコースへ案内します。他には自分たちのパーティー以外山に入れないため、まさに BC ロッキーの大自然を満喫できる贅沢なアクティビティです。そしてどこよりもエキサイティングなスキーコンセプトをマウントレベルストークでぜひご体験ください。
海外スキーのパイオニアフェロースキーがパウダー&スティープをコンセプトに上級者エキスパートスキーヤーのためにプロデュースするマウントレベルストークの世界をコーディネートいたします。